こんにちは5月の25日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻今3時3分を過ぎたところというところでございますがさて本日の東京市場おまあ株高円安の持続性が問われたんですがほとんどなぎ状態だったというところでございましたさてでちょっと気になったのがいくつかご案内させていただこうかと思いますがまずはえこちらですねフィナンシャルタイムズ大きく出ております US とアウト・アット・オーバー、まあ、こちらのは継続してです、ね、マンチェスターであった、えー、テロに関してなんですね、こちらのところにはまあ改めてでございます、えー、被害に遭われた方々、お見舞い申し上げるというところではあるんですが、このフィナンシャル・タイムズ、まあ、こちらのまあ当然テロの方がですね、えー、許し難き蛮行ということで今、一面出てるんですが、ポイントは、こちら、ですねちょっと真ん中、えーまあ、トップ記事のちょっと下あたりなんですけども、イエネン FRB 議長出ております。 5月の FOMC 議事録が早朝、東京時間の、まあ、厳密ではきょの朝の3時ごろ、3時に出たわけですけれども、この内容においてでございますけれども、GDP なども含めてです、米国の経済基調が、まあ 部分部分でちょっと鈍化しているんだけども基本的には拡大基調にあるんだということを言っていたんですが FOMC 議事録においてですね、まあ、もうちょっとこう慎重に見る必要性があるんじゃないかという,ようなことが書かれていたというところで少しドル安、円高でまた昨日の夜からニューヨーク市場、とドル円相場下がったんですが米国市場などは堅調そして本日の東京市場おもう株。 高、まあ、円安、まあ、円安というほどでもなかったんですがそうした綱の引き合いがあった割には、えー、マーケットネガティブに捉えずにといってじゃあ強気に見た方ではそれほどでもないんですが、えー、こちらのチャートをご覧になっていただければと思います。が、 改めてででごござざいいいまます。す、まあ。ほとととんど横ばいだったよね、というところでございますドル円相場のは111円台のまあ半ばから、まあ、後半をちょっと踊り出ることはなかなかできなかったというところ、えー、そして日経225でございますが1万9800円台を中心としてという展開でございましたで先ほど申し上げました FOMC 議事録において、まあ、少し慎重な姿勢が出ていたんですが えー、シカゴフェドウォッチを見ますと6月14日の FOMC= 連邦公開市場委員会での利上げ確率は83.1%と実は微妙に上昇しています、まあ、そうしたところでは FOMC の、まあ、なんてううでしょうかね空気感というんでしょうか温度感というんでしょうかそれほど冷えてないだろうという,うにして見ていたけれどもポジションの調整の縮小の方が まあ、マーケットの中では、中々に強まったとういうところが実際だったのかなというふうにして見ております、えー、一部においてはです、ね、これ、ドル円相場なんですが、112円、そして下111円。 それぞれぞ、まあ、上の112円水準のところはオプションカット昨日の深夜だったというふうふにして言われているんですが今度は111円ちょうど水準でのオプションの設定関数があるという,ようなとことで上に行っても攻めてもだめだった、下に行っても攻めてもだめだったというところでの受けての本日の東京市場だったというところでございますさてで改めてでございます次なるテーマというのはやはり中央銀行の金融政策会合。 まあ日銀もそして欧州中銀もあるんですが、えー、やはりマーケットが注目しているのはこちら FOMC 連邦公開市場委員会でのまあ利上げの見通しに関するところだと思いますさてそこで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います 6月米利上げ観測後退せずというところです。もう非常にシンプルなところでございます。まあ今日はちょっと東京市はですね、まあ暑いのか、えー、天気が、えー、悪いのかよくわからないようなところでございまして、朝方はですね、じめじめと霧雨のようないう状況でございましたが、今はムシムシするというところです。パーっと晴れないんですが、 さて、先ほど申し上げたとおり FOMC の議事録においてでございます、身長、を、私は個人的にはそれほどですね、まあ、ハト派、まあ、逆にほ少し放棄ュなんじゃないかなといううにして感じたぐらいだったんですが、え米国の10年債金利、この金利の動向にですね、継続して振り回されている、け、ま、ん、あ、引されているのかなというイメージで捉えております、えー、今回のところはこ冷やし、200日終値比例。 ドル円と米国の10年債金利0.969ともうほぼほぼ同じと言っても過言ではないのかもしれませんがトレンド的には。 同じ方向性を向いていると。で今少し下がってきたところで、もう一回上値試しができるのかどうかというところかと思いますが、今夜もですね継続して、米国の十年債金利動向に振り回されるのかなというふうにして見ております。ドル円もそうなんですが、日経平均株価もそうなんですが、ちょっと主体性がないのかなというところでは、こうした他の通貨、えー、ないしは海外の株式市場の動き、これに牽引していく可能性が今日も非常に強いですよというところだけはちょっとご留意いただければ といいう,うにしてて思いますさてで本日の日経平均株価でございますけれども、前日比、えー、70円15銭高というところでございまして、一応、続伸しているんですが、値上がり銘柄数は。 816、えー、で値下がりが1000トンで39と、まあ、ちょっとさえなかったのかなと、えー、ただし33業種中16業種が値上がり、まあまあ、結局は綱引きだったのかなというところだと思います、えー、平均日経平均のプラス寄与度、えー、トップとしてはこれソフトバンクこちらの方が強かったというところなんですがあとはそうです、ね、医薬関連だとかちょっとその辺が弱かったのかなというところかと思います。えー、マーケットのじ現実的なところはあ 値下がり上位はまあエネルギー関連こういったところが非常に目立ったというところでございますえそして今回の売買シナリオでございますが非常にちょっと悩ましいところではあるんですがスタンス今回は様子見そして上下枠内での順張りとこういうところでございますえ予想レンジ111円の4号から80と4580ちょっとタイトでございますが111円の80銭を超えていってえ昨夜からのこの急落点をめ戻していくことができるのかどうか ちょっとこの辺がポイントになってくるのかなと、そして先ほど申し上げました1のちょうど、オプションの設定関数がございますが、えー、一作やでございますね、111円の前半からぐっと上昇したこの上昇帯、えー、ここをじゃあ割れて戻していくことがあるのかどうか、1の4号割れてですね下押しするのかどうか、ちょっとこの辺が非常に見出しづらいところでございます、えー、そうしたところではもう今回は、えー、タイトな予想レンジの中で。 えー、上下枠内5年を想定しての順張りと、もうちょっとタイトなんじゃないかなと逆に危惧するぐらいでございます、ちょっとーコンサーバティブ的な予想レンジになりましたが、実際もうちょっとタイトかもしれません、えー、ポイントとして押さえておきたいのは、前回、新規失業保険申請件数がすさまじく改善されていた状況の中で、これが改めて、えー、示されることが。 あるのかどうか、えー。そしてちょっと時間の方が未確定でございます。えー、延長というところで合意延長が出ておりますけれども、オペック総会ですね。原油の動向とこういうものにマーケットが振り回されるのかどうかと。一応、オペックの加盟国と非加盟主要産油国の間では9ヶ月間の減産延長、えー。こうしたところが出ておりますので、過剰在庫の圧縮。まあこれ要は長期減産というのは当然これ非常にプラス マーケットにおいてはです、ねえー、プラスに反応するというところだと思いますが特にここであえて書かせていただきました、これは朝方になってくるんですが、ルダックさんというカナダの中銀総裁、えー、副総裁、講演ございます、えー、カナダドルなど資源国通貨が対、まあ、ドルでの強弱でちょっとこの辺が綱引きされてくるとは思いますがカナダドル円ないしは資源国通貨円クロス線ですね、この辺がちょっとこうしたところで反応してくるかもしれません、ポジティブ反応してくるかもしれませんので一応ご留意いただければという,ふうにして思います。 その他でございますけれどもブレイナードさんよりは現実的にはですね7年ものの米債の入札、こうしたところでまた債権金利動向、こちらの方が警戒されるのかなというふうにして見ております。なお先般の米大統領選挙 こちらの方ではマクロン氏が大統領就任なさったわけですけれども、トランプ大統領と昼食会というのがございますので、これへんに関連するものが出てくるのかどうか、ユーロドルに関連してくるのかどうか、ちょっと直接的にはどちらかというと、メルケル首相がおっしゃる、ドイツのメルケル首相がおっしゃる方が非常にインパクトあるあろうかとは思いますが、保護主義的な強まりをまあ双方が、え。ー 握手交わして拳を上げるようですと、ちょっとよろしくないのかなと。リスクオフで円の方に跳ね返ってくる可能性あるかもしれません。ちょっとご留意いただければというふうにして思います。 はい、そして日経225の方でございますがこちらの方も、えーまあ、ドル円とスタンスはあまり変わりません、えー、1 9720円から1 9880円、ね、ちょっとこれはワイドだというようなご指摘を受けてくるかと思いますがポイントとして見たいのは、まあ、今回、これ様子見のスタンスなんですがもう1つ、上昇大会期に警戒というところです、720円水準から800 2円水準、まあ、8 0円台までですねーっとこれ上昇したところがありますのでこの辺を埋め戻すのかどうかというのがちょっとポイントとして押さえております。 えー、なかなか指針としてですねテクニカル的な指針として押さえておきたいのがなかなかこちらの方も見いだしづらいんですがポイントとして見ておりますのは120分足ボリンジャーバンド、えー、このバンド内ウォークなのかなという,ふうにして見ておりますがそうなりますとちょっとコンサバティブな様相レンジになってしまったというところでご理解いただければという,ふうにして思いますがなかなか。 えこれも従前指摘させていただきましたイスラムのラマダン入りだとか、えー、米英球場になってくること、まあ、今日ちょっとまだ木曜日だから早いのかもしれませんがポジ,ションポジション調整の動きというのも出てくるかもしれませんので十分ご注意いただければとういう,ふうにして思います。 明日でございますけれども、5月の26日、実はアストロロジーサイクル上では新月でございますので、危険転換期、今入っているというところでございますので、先ほど申し上げました、海外市場の、まあ、これからお休みに入ってくる向きにおいては、そうした期間投資家、ポジション調整、縮小してくるかもしれませんので、まあ、その辺もですねぜひご留意、まあ、頭の片隅にちょっと置いていただいて、リスク管理、えー、再設定の上でお取り組みいただければというふうにして思います。以上5 25月のの日日木曜日の 株と為替の売買シナリオでございました。